農家とのほうへんトでお送りしています「1分間封」ときょも常年作くたチャンネルのニュースのトラガーから、えー、この国境警備カウントダウンこの航空ジェータ機から、えー、この領空侵犯のロシア軍機に触れ発射、えー、前日には宗谷海峡が中ロ、えー、ですね前日には中ロ艦艇が宗谷海峡を通過。 この挑発は何のため日本の取るべき処置はということで、えーまあ、自社は実際このあれかな南えっ、ー、と奄美の方かな、えー、だいぶ古いですけど事例がありますねソ連の時に自衛隊機が自社を発射してますね今回はフレアですねロシアになって初めてフレアですね本当に トルコは3回ぐらいこんしたら撃墜をとしてますけどちゃんとこの国,際国際法また国内法にとって冷静に判断す,すべきですねその前日にはこの,この中国ロシアが艦艇がそう海峡を通過してますねこのま実際日本を試しているという。 ことで、岸田総理がこのアメリカを訪米して自民党総裁選そしてこのサミットの代表選そういう時期に完全に揺、えー、さぶりじゃないけど何のためか完全に揺さぶりですね日本の反応を見ていますね、えー、じゃないとこういう行動はしないですね、えー、日本もなめられないようにしっかりとこの、えー、もう然とこと立憲民主党のこの安全保障ですね、えー、本当にきちんと現実主義ですね進学的な立場じゃなくて、えー、この野田元首相はこの、えー 求心作法を切り捨ててきちんとした現実路線を取ってほしいと思いますねしっかり日本のためにもそうですねこの日本全体がこのこの 与党も,野党もですねえ、きちんとこの権、えー、国家あロシア中国、うん、北朝鮮とですね、えー、いろいろこの国境警備ですねしっかりとこのあ自衛隊も粛々とこの抗議してますね、えー、この林官房長官もしっかりと抗議してますね、えー、いろいろこの川上大臣も、まあ、こ事例は違いますけどこの新生の、えー、この日本人、えー、まあ男子が亡くなったこの ランチですね。亡くなった日本人学校も県にこの中国の大きい外省にきつくこの、えー厳しくえー、避難していますね。えー、きちんと日本は安全保障ですね、えー、を堅持、えー、して、えー、すべきですね。はい、えー、ジョネス草チャンネルニュースの取る側から。 えー、国境警備艦隊団トダ航空自衛隊機が、えー、領空侵犯のルシア機にフレア発射、前日には中ロ艦艇が創薬海峡を通過、この挑発は何のため、日本の取るべき処置はということで、救撃情熱からチャンネルのニュースのトラガーをウォッチングしていきたいと思います。えー、マスタートです。マスタートの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願い,いたします。次回の1分間予告でお会いしましょう。 シューガネスパションプレゼンシャロムシャロムシャロ